下の一番下のところに創世記7章、大洪水が起こり、大水が水の地の上にあった時、ノアは600歳であった、そういう気候だったから。さらにずっと左行ったら11、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、次天の水門が開かれた。そうして 大雨は40日40夜地の上に降った、そういうことなんです。今の雲に40日40夜の水はありません。全部地球に注がれて南極北極の氷となり、地下水に蓄えられたんですね。だから11の言葉、ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと。だからすいませんが、まだこっち見てあげて、この上の水と下の水、バツーい雲の巣が層がこっちへ注いだわけです。そして地球に水が吸い取られた。だからこの地球の周りにある雲、つまり水を含んでいる雲は非常に薄いものになりました。だから人間の寿命は短くなった。皆さんにもよく言われるでしょ、地下室にばかり住んでる人はダメですよね、やっぱり太陽に当たらないと。農業をして、そして植物たちに語りかけ、そして彼らの命を見守り、さらには彼らを愛し慈しんで太陽を当たっていると、本来の人間は幸せなんです。健康です。今はどういう経済ですか？金融でしょ。みんな人間が作ったコンピューターでこうやってるわけです。こんなことやってるわけです。さあ、よくないね。まあ皆さんそういう仕事してらっしゃったら申し訳ありませんが、あれ大体座ってこうやってるわけね、コンピューターで金融を。あれは体の寿命を縮めます。なぜか、引力の法則に逆らってるから、座ったままですから。だから立って30分に1回は立ち上がらダメだ。30分に1回、そしてブーラブラ行ってトイレに行ったり、コーヒーを飲んだりお茶を飲んだり、そう、そして歩いてまた元の席に座って30分したらいいです。それは大事なことですよ。これも覚えておいてください。さっきの記憶ない動物になったけど、椅子に30分座って、それが限度なんです。で立ち上がってブラ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 歩く。昔の私の先祖たち、百姓たちはよく歩きました、よく力を尽くしました。だから男らしいというか、女性は女らしく、だから子供も今の女性のようにヒャーってした女性じゃなくて、子供を産む時もドゥンとしてました。我らの祖父や男の方の祖母でも、反対が祖父と祖母、ガーと。だから文明が進歩したというけども、かえって人間の健康はおかしいなという方向にいってますね。お互い気をつけましょうや、これからの時代に対して。さらに、今の、何ページだったかな、3ページでしたね。ほんで12、左のとこ、3ページの左下、そして大雨は40日40夜地の上に降った。だからこれが降り注がれたんですね。次のページ、つまり4ページになりますが、あのカラーの写真のあるところです。こう見たら14、彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のある全てのものが皆入った。こうして命の息のある全ての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。この14の中で大切なことは、彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の血を這うもの。他のところにですね、種類に従ってという言葉がある。そこじゃないですよ、後でまた見ます。種類に従って動物は作られた。例えばさっきも出てきました、牛という種、馬という種、猫、犬、まあいろいろあってもいいんですね。人間も
牛と馬の間に子供はできません。同じような大きさで、かつ四つ足です。だけど今言ったように、牛と馬との間に子供はできません。牛は牛同士で子孫を作るようになっている。馬は馬同士、猫も猫同士、猫と犬の間に子供はできません。犬はいろんな種類があっても犬同士で子供ができる。人間も人間同士です。人間と猿の間に子供はできません。種類に従って作られてると言ってるわけです。聖書の1ページに書いてある、後で言いますけど、種類に従って生き物は作られている。ピンときた人あるでしょう。進化論は間違いだということです。私は学校で進化論を教えられた。猿から人間になった、これ見てみろ、お前の顔猿みたいやろと言われてね、間違いです。絶対にそんなことはありえない。猿と人間の間に子供ができたら、それは猿から人間になったと言うけど、できません。種類が違うから、種類に従ってっていうことですね。だから先言ったように犬と猫の間に子供できませんし、牛と馬の間に子供はできない。全然ミスです。だけど進化論はアミーバという単細胞、一つの細胞ですね。私の細胞は60兆ある。60兆単細胞のアミーバからずっと来て人となった。これは進化論なんです。で、私たちはこれを学校で教えるわけです。これはとんでもないことですよ。どうしてアミーバが人間なの？一つは長い年代、何億年かかって、二番偶然にって言うんです。偶然に進化して、偶然に進化してこんな素晴らしい人間ができます？僕のような体見ても仕方ないですけど、ちゃんとここに舌があるわけです。そしてその上に目がついて鼻がある。何か食べるときにおいしいな、それとともに匂いをかけるわけです。ああおいしい、そう、目で見てもっとおいしくなる。ちゃんとつくべきところついてるわけです。口があって、私たちの目が足の裏にあったら大変ですよ。いちいちなんか箸に挟んで声持っていって、どうですかって言わなくちゃいけない。ちゃんとあるべきところがあるわけです。さらに目でも二つある。当たり前ないか、そう、当たり前です。どうして二つあるかご存知ですか？距離を測れるから。これ一歩の一つだけの目やったら距離を測りにくいですよ。二つあるから距離を測れる。あ、あれは10メートルだ、あれは100メートルだって分かる。カメレオンという生き物してるでしょ。あれは目を右と左別々動かす。そして獲物を取るときに、そのバラバラに動いてる目をガーッと一つの方向に向けてパッと舌を投げ縄にするわけです。私たちの目もちゃんと二つになってる。当たり前じゃない。耳も、この耳たぶがあって中に、まあ、穴が開いててね、そして音を聞くわけです。もうデリケートな音を聞くようになってるわけですね。え、三半規管ってなったり、そしてそれで我々はバランスを保てるわけです。僕は絶対偶然だと思わない。そういうふうに作られてるんですよ。だけど人間は長い年代のうちに偶然にアミーバーからやがていろんな動物に分かれて人になった。嘘ですよ。それを学校で教える、学校で教える。さっきのノアの話に戻ったら、ノアの箱舟なんてこんなおとぎ話だ。そうですか。知ってるやつは知ってるわけです。スペースシャトルコロンビアですよ。そして持って帰るべきものはちゃんと持って帰りよった。ゾハール、光の源っていう意思ね、さっき言ったでしょ。先ほど僕着替えました、汗びしゃびしゃになったから。ほんなら僕の秘書が、これをやっぱり胸に置いといた方がいいじゃないですかって言って、僕に渡してくれました。さっきは持ってなかったけど、今胸にするということは、この意思を心臓の上に置いてるということです。これなんだ、ラジウムです。これ自身ものすごいエネルギー出てる。もちろん私たちの体験や目で見てそのエネルギーを感じることはできません。
だけども先ほど申し上げたようにガイガーカウンターという、それを測る機械がある。ラジウム、それからウラン。だから私たちお互いような年齢の人は、ビキニ環礁で水爆実験をアメリカやりましたね。そしてそこで取れたマグロが日本へどんどん帰ってきた。特に静岡県の、焼津っていうところへ。ほんでずっと水揚げされたマグロをどうして調べたか。ガイガーカウンターです。ピーッてずーっとずーっと、これみんな吐き、そうして覚えてるでしょ。同じです。これは僕の持ってるラジオも測ることができる。しかしこれは食べるもんではない。これ持ってると何、エネルギーが出てるから。ここに石が並んでる。僕は石が大好きなんですが、これマラカイト。マラカイトってのはね、いろんな災いが自分に及ばないようになるんです。最近の自動車に乗ってたら、横の車が寄ってきたり、こちら間違ってちょっと横行ったりしたら、って車が鳴るでしょ。同じよ。これは人工的じゃない。もともとからラジオマラカイトって意思があるんです。これは災いが来るっていうのはどういう意味かちょっと分かりませんが、これこう置いてるわけです。ほんでエジプトや、エジプトいいね。エジプトの例えばクレオパトラなんてな、してらっしゃるように目の周り黒く塗ってるでしょ。エジプトの昔の人の絵見てごらんなさい。こう黒く塗ってる。この人たち変な化粧してんな。塗ってる。知ってる？僕の言ってる分かりますか？あれマラカイトなんです。徹底的に砕いて粉にしてこう塗ってる。だから人と会うとき災いが来ないように、その人の心理状態が分かるようにマラカイト塗ってるわけです。ここへ。エジプトの王様たちはみんなそうですよ。それから若冲、伊藤若冲って皆さん江戸時代の有名な絵描きしてらっしゃると思いますが、ものすごい素晴らしい妖怪だね。僕は若冲の絵が好きで、最近もっと研究したいなと思うぐらい。その若冲がこのマラカイト、江戸時代これを、日本にはなかったね。でこれをさっき粉にしてエジプト時代こういう面に塗ってたわけですか。これを若冲が絵の具に使ってるんです。だから若冲の絵の美しさってのは、ああそういうことかということを覚えるぐらい今ちょっと研究してるんです。石は不思議ですよ。砕けば砕くほど。で僕はなんでこんなとこへこんな置いてるんや言うたら、エネルギー与えてくれるから。心臓の上ですから。僕は疲れません。全然疲れない。だからさっき僕の秘書がこう入れといた方がいいですと言って今僕はもらってきたんですね。だから私たち人間だけは孤独に生きてるんじゃないんです。ある人は動物と、あるものは植物と話をして幸せに来ることができます。人間だけで生きてるんや、孤独じゃないですか。偶然の中で生きてるなんて嫌な話ですよ。人間は人間として作られたんです。人間は人間として作られた。宗教じゃない、現実ですね。それを私は学校時代から進化論を先生から叩き込められたり、もう NHK のいろんな科学的な放送をやってたとしてもみんな進化論が前提です。そういうことも先ほど食べるもののものとともにちょっと心の中に留めていただいたらいいんじゃないかと。違う世界が見えてきますよ。